遠藤さんの理想の夏ルック。え、もしあれば教えてください。夏男ルックとかありますけどもと。夏ルック。夏男。まあ男の格好でも女の格好でもですけどね。なるほど、なるほど。いや、でも自分は、あの、パジャマが好きですね。夏ルックっていうか、家ルックだね。違う、違う、違う。違う、違う。ちょっと待って。いや、もう暑いので家でね、パジャマ着てね。ゴロってしたいな。いそれだから、だから、ちょっとあの、注文と違います。注文と違夏です、夏です、夏。夏ルックです。 あのー、やっぱ、なんか、あの、浴衣を着ましたけど、うんはあ、その、浴衣とかはやっぱりいいですね。うん、なんか、昔、あの、茶道をやってたので、そうかー。そうなんです。浴衣とかは、やっぱ素敵だなと思いますね、ワなナー、格好。だから、男性もジンベエ着てると、すごいなんか、ジンベエがいいですか。ジンベエ着 そうよね。なんか、縁日とかに、二、うんうん、人でじゃ、じゃあデートで行くとして、こっちが浴衣着てて、男がね。んなんかね、ね。T シャツにジーンズだよね。<laughs> ジンベさんぐらい着ててほしいですよね。いいと思います、いいと思います。そうかさ、撮影では浴衣着ましたけども、はいはい、普段は浴衣持ってんの、あのー 自分の、あのー、なかなか着る機会なかったんですけど、うん、あの、発売日の、うん、あの、リリースイベントの時に、うん、あの、発売日はお渡しだけだったので、うん、あのー、せっかくだから、うん、と、あの、サプライズってことで、うん、浴衣を着ました。うんうん、あら。そうなんですあの、元はミュージ の浴衣が着れたらよかったんですけど、あの、衣装店で、あの、展示していただいてたので、そうなんです。あの、自分の浴衣を持って。ご自分の、どういうやつそうなんですよ。あの、ちょっとクリーム色で、あの、あの、ちょっとピンクな落ち着いた花柄みたいな。あ、でもピンクとか入ったやつ。そう、若い子がさ、変に、変にシックなさ、やつ着るとさ、そんなん、もっとお世話になったら着れるか、若いうちは若い子にしか着れへん浴衣あんねんねんねと思うもん。そうですよね。でもあの、自分は、 あの、黒い浴衣も持ってて、でもあの、その時はやっぱ爽やかで可愛い。そうよね。そう、ちょっとミュージックビデオに合わせて。黒い浴衣持ってんの持ってます、持ってます。市販代じゃないですか。いや、そんな本当になんかね、厳かな浴衣ではないんですけど、ちょっと可愛らしい感じで。あ、あの、私、バイトしてた、あの、昔バイトしてた場所も、なんかあの、浴衣の、 居酒屋みたいなお店でええそうなんですよだからあの本当バイト前くたやんのみもああ残念もうまだやったらいいんですけどそうなんですもうやってないんですけどその浴衣もう入りしたら浴衣自分で着てみたいな帯結んでって感じでした俺もちょっとだけ帯できたでえすごい男性でできる方ってなかなか昔付き合った女の子に教えてもらったあらあらいいじゃないですかもうすっかり忘れた着ないと忘れるんですよね だいたい最近作り帯だしね。うん、ね自分でちゃんとっていうのはね。こうやってやっちゃえばいいだけで。